はい、どうもゆたです。ついにやっちゃいました。チタンマフラー、フルチタンマフラー買っちゃいました。はい、ちょっとじゃあ見せたいと思います。はい、こちらが53万円するフルチタンマフラーでございます。定価は53万なんですけど、限定20本で出てたじゃないですか。それが普通のなんか一般発売されるようになって、で普通にネットショッピングで買えるようになってるんで、今でネットで買うと37万で買えるんですよ。はい、この美しいチタンテールのグラデーション、このなんかちょっとつや消しっぽいのがいいですよね。またでこの溶接もすごい綺麗。やばいねこれ。検査表ちゃんとチェックしてありますね。いやーすごい。いや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 ー、やっちゃったねこれは。じゃあ早速つけましょうかね。取り付けの前にね、このディフューザーを外さないといけないんで、いやーだるい。外していきます。はい、でね、ディフューザーのネジがね取れなくて、ちょっとディフューザー取らずにちょっとチャレンジしてみます。とりあえず左の太鼓の方から取っていこうと思ったら、これディープソケットじゃないと入んねえな。ディープ、ディープあった。よいしょ、回るかなネジ。回るね。全然回る。はい、で今ネジ取れました。で次はあそこのマフラーの釣りゴム、こっちにもある。見えない、見えるかな、あそこにある。あれを取ったら多分取れると思って、もうこんな感じなんで釣りゴムを取っていきます。とりあえずちょっと素手でやって取れるかやってみます。はい、ちょっと素手じゃやっぱきついんで、このラスペネちゃんとこのマフラーの釣りゴム取る、なんつったかな、を使ってやりたいと思います。目に入りそう。うわうわうわ、垂れてくる。マジかよ。ディフューザーが邪魔でこれ入んねえじゃん。いけ。お。ダメだな。やばい、ラスペネが落ちてきそう、目に。よし、取れたぞー。よいしょ。うわおんま。うわ太鼓1個がフルーツタン1本分のなぐらいの重さがありそうな気がする。よいしょ。じゃーん、取れました。釣りゴムがそことここにありまする。はい、反対も取っていきます。じゃあ今度はこっち側も取っていきましょう。よし、回ったぜ。力が入りにくいこと。うん、ちょっと見えないけど取っていきますね。うわっ、すっげえ、やっぱラスペネすげえな。もう一瞬だぜ。よし、取れた。コツを覚えればこんなもんよ。うわっ、よし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 、摘出完了。ああ、生まれた。よいしょ。はい、あとはじゃあこの中間パイプっていうのかなをちょっと取っていきます。よし、回ったぜ。よっしゃ。よし、取れた。あ、くそ、ユニバーサル持ってきてね。あ、もう遠い。いや、手回しで。おお、こっちでくらい危ない。やめて。はいはいはい。でね、これでまだあそこのマフラーの釣りゴムを取ってないですよ、しかし。はい、ここ見えてるかな。ほんだらここの、あっ、日当たれてきてる。いや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 、ここの釣りゴムを取っちゃえばもう取れるんで。なるほどな。先に釣りゴム取っときゃよかったパターン、これもしかして。くっそやろ。うわし、取れた。うわ、ちょっと、よいしょ。はい、オッケー。はい、ほんだら先にちょっと中間パイプをくっつけちゃおうかな。このリングガスケットっていうのをつけて、で付属のボルトナットを使って、クレーンワッシャー、スプリングワッシャー、ナットという組み合わせですね。素材がね柔らかいからね、どれぐらい締めようかな。結構締めといた方がいいかな。背景漏れするのが一番嫌なんで、これぐらいにしときましょう。はい、こんな感じでつけ終わりました。パイプを下に入れていきます。あっちゃ、ここがいいか。よいしょ、よし、入った。はい、ほんだらちょっと結構向こう側なんですけど、まず中間パイプの釣りゴムをつけちゃいたいと思います。よっしゃ、はまったぞー。はまりました。で、ここは純正のスプリングワッシャー、ボルト、ナットを使って戻していきます。よいしょ。で、ここのキャタライザーと中間パイプのところは純正の球面ガスケットがあるので、それをそのまま使用します。あ、これ映ってないかな今。映ってなかったね。ギリギリだね。これぐらい。で、ここナットが12ミリのボルトが14。はい、今中間とキャタのつなぎ目パイプ止め終わりました。ナットとボルト、ここは純正のを使います。はい、でこの隙間に見えるのが球面ガスケット、純正のをそのまま使ってます。はい、実はですね、純正マフラーの時にここにディフューザーに太鼓が当たってて、こう欠けてるじゃないですか。振動でどんどん削れてたんですけど、でチタンマフラーはちょっと当てたくないなと思って、で削ろうと思ってたんですけど、今仮合わせしたらディフューザーにマフラー当たらないんで、もうこのままつけちゃいます。はい、じゃあつけていきます。ちょっとリングにラスペナだけちょっと吹いておきます。いや、垂れてきそう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、チタンだからこれマジで軽いぞ。いて、いって、いや、ちょっとぶつけないで、ぶつけない。ああ、ちょっと、よし、上は入った。よし、とりあえずマフラー、あ、通ったね。はい、であとはここに付属のリングガスケットを入れてカチャン。で付属のボルトナットでよいしょ、止めていきやす。よし、うん、よし、 OK です。はい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 、着きましたよ。やばいね、このかっこよさ。やばいよ、やばい、ちゃんとついてるよ、ほら。うわ、すごいねこれ。マフラーなんてほとんど洗車の時洗ったことないけど、このフィニッシャー、テールエンドはもうやばいね、超綺麗に洗っちゃうね多分。とか言ってこのチタンの色落ちちゃったりして洗いすぎて、そんなことねえかはい、今こっちはついてません。これからじゃあ今つけます。ほんじゃこっち側もつけていきます。ちょっとね、ラスペネちゃんを、うわ、垂れてくる、絶対これ。うわうわうわ、はい、よし、じゃあこちらもつけていきますか。よし、ぶつけないように、ぶつけないように、よいしょ、よいしょ、よいしょ、わっつ、よいしょ、よし、入ったぞ。あとはこっち側の、あ、よし、入ったぜ。もう右で慣れてるから左はちょっと余裕だね。ここ取れてるかな。はい、でここにまたリングガスケットを装着して、付属のボルトナットですねと、ちゃんとプレーンワッシャーとスプリングワッシャーがついてますので、そちらを使用してください。よしよし、よし、OK。でこの検査表マークを剥がそう。燃えちゃいそう。よーし、これでとりあえず全部つきましたんで、でとりあえず排気漏れないか、とりあえずエンジンをかけてみたいと思います。皆さん、じゃあエンジンかけちゃいますよ。行ってきます。じゃあ潜っていきましょう。排気漏れはないです、ここは。ここもバッチリだね。いや、最高に吹き上がる。そしてこの車外マフラーっていう感じの排ガスの匂い、いや最高。ちょっととりあえず取り付け動画なんで、加速動画集っていうのをちょっといろんな加速のシーンを撮ってまとめて、加速マフラーサウンドをちょっと次動画にしますんで。ちょっと加速音楽しみにしてた方、すいませんね。次ちょっと見せびらかすんで、ちょっとお待ちください。じゃあ取り付けは以上になります。はい。